こんにちは、始まりましたときめき韓国語。はい、今回はヨンパリ語はですね、はい、ヨンパリとヨンエが契約をします。ヨンエが病院から出られるならヨンパリに妹の医療費20億ウォンをあげると。今日の動画はヨンパリとヨンエの会話ですが、説明ちょっとするとヨンパリのお母さんはもう亡くなりました。はい、ヨンエもお母さんがいないんです。ヨンパリがヨンエに聞きました。ここから出られるなら何が一番食べたいと。で、ヨンエがこう答えます。お母さんの된장찌개、된장찌개。実はこのヨンパリもずっと食べたがっていたものがそのこの된장찌개だったんですね。で、ヨンパリの答えは何か、この動画で確認してみましょう。じゃあ、では動画どうぞ。왜하필된장찌개냐고김치찌개순두부찌개그많은찌개중에왜하필된장찌개냐고꼭이렇게티를내요엄마없는애들은너도지금티내고있거든아티나요はい、赤い文字で表示されたですね。見ました？じゃあ、今日の表現は、티가나다。티가나다。티를내다。티를내다。という表現です。はい、まず、티という言葉をちょっと見てみるとですね。じゃあ、雰囲気とか敬愛のようなものですが、その人の感情や状況が外見に見られていることを意味します。これが当てはまる日本語がないと思うんですよ。で、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、このニュアンスさえ分かれば問題はないでしょうね。티를내다の내다は出す。티가나다の나다は出るです。じゃあ、티를내다、티를내다。雰囲気とか敬愛は出す。じゃあ、티가나다、티가나다。じゃあ、雰囲気とか敬愛が出るということなんですよ。で、ちょっと分かりづらいかもしれないので、ちょっと例文を見ながら、ちょっと理解していきましょう。ヒロミ、이번에성형했지。어떻게알았어？그거비밀이었는데。비밀은무슨？티많이나던데？ヒロミ씨도온대？온다고하던데？아그사람싫은데야오늘은싫은티내지마こういうふうに싫은プラス T 形容詞プラス T という使い方もありますよ。で、싫은티、싫은티、まあ嫌な、なんかそういう嫌なことをちょっと顔にちょっと出てるみたいな싫은티。じゃあ雰囲気、この雰囲気気合いを出す싫은티、싫은티。あとこういうふうに、티내지마、티내지마、티내지마。否定の命令形でよく使われてます。いや、티내지마、티내지마。こういう感じですね。うわ、不티なんだ。はい、こういう、不プラス t。じゃあ、名詞プラス t という使い方もあります。じゃあ、この不티、不티、これを一つとして覚えた方がいいんですけど、この不は、不という感じで、お金持ちっぽい雰囲気という意味です。ブティ。お金持ちっぽい雰囲気。ブティ。ブティ。はい。ちょっと分かってきました？ちょっと難しいんですね、この表現って。なので、復習してくださいね。はい。じゃあ今回はここまでです。じゃあ皆さん、では次回も楽しみにしてください。じゃあ、アンニョーン。じゃあね、バイバイ。